JR 東海によりますと、先月28日から昨日までの新幹線の利用者数は356万7千人で、去年よりも 26% 増加しました。コロナ禍前の2018年と比べて 1% 増えました。利用者のピークは下りが今月3日で27万人、上りが昨日で26万5900人でした。また静岡駅での自由席の乗車率が最も高かったのが、下りが今月3日午前8時7分発の光、上りが昨日午後3時41分発の光で、いずれも 140% でした。大幅に利用者が増えた要因について JR 東海は、コロナ禍が以前よりも落ち着いてきたことや、天候のいい日が多かったことなどを挙げています。